いらっしゃいませ。奈々子さん、お久しぶりですね。お久しぶりです。今日はわざわざ大阪から来ていただいて、来ました、はるばる。ありがとうございます。そして、何よりも一級建築士合格、おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。本当よかったです。本当によかったです。で、今日はぜひ、20年に及ぶ一級建築士試験の思いを語っていただけたらなと思います。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ飲み物は何しますか？飲み物、お水でいいです。わかりました。で、今取ってきますので、早速始めましょう。簡単な自己紹介からお願いしていいですか？私は高校は商業高校に通ってまして、で、学校を卒業した後はもう普通に一般企業で OL をしてました。で、ただ、その高校生の進路を考えるときに、将来は建築関係の仕事をしたいなと思ってまして、で、そういう建築関係に進むためにはどうしようかなって考えてた中で、その専門学校にもちょっと通いたいなっていう思いがあったんですね。で、ただ、学費とかの関係ですぐに通うのもちょっとどうかなっていうのもあった関係で、一度就職をして、である程度学費が貯まってから夜間の専門学校に行こうと思って、その頃はちょっと働いてましたね。なんで最初その建築に行こうと思ったんですか？父親が型枠大工をやってたので、型枠大工をやって、親戚のおじさんの工務店で働いてまして、で、その親戚の工務店で、いろんな職人さんたちにもちっちゃい頃から可愛がっていただいて、で、そういう環境が身近にあったんで、ちょっと建築の方に進みたいなっていうのがあったのかなっていう。じゃあ高校出て働かれて、で、そこからどうしたんですか？そこから、その時会社の先輩から、そういう建築関係のはっきりした夢があるんだったら、もう早めに、動いた方が再就職との関係とかでもいいよっていうことをアドバイスもらえたんで、やっぱり最初5年ぐらいでお金貯めようかなと思ってたやつを、もうちょっと早い段階で3年ぐらいにちょっと短くして専門学校に通うっていう流れになりました。じゃあ、お金が貯まって。ですね、本当は全額貯めるつもりだったんですけど、いろいろ遊びまし てそうなん 遊だ。んで、入学金プラス多少の学費ぐらいしか、手元には残らなかったんですけど、ただ夜間なんで、昼間働きながらだったら稼げるからいっかぐらいの、ちょっと軽い気持ちでいましたね。で、どうでした？学校行かれてみて。学校はどっちかというとしんどかったっていう思いが強いですね。やっぱ昼間仕事してから夜学校行くんで、で、授業が始まるのが大体6時、18時過ぎか、18時過ぎぐらいから始まりまして、で、その頃って多分一番疲れのピークが来る時間なんですね。なんで1限目って寝てることが結構 多くて、仕事やった後にご飯食べて学校来て授業なんで、休憩する間もなく、ちょうど眠い時間帯で、いつも冒頭30分ぐらいいつの間にか寝てたっていうのもよくありましたね。でも、2年、3あ、そう年、です、2年ですね。2年の夜間の学校に行って、勉強しまくって、で、その後は、今度は試験かなんか受けたんですか？卒業した後は2級建築士の試験勉強をしました。卒業してから。卒業と同時に2級建築士の受験資格あ、が、なるほど。もらえるんで、卒業してすぐに。その日記をどうやって勉強したんです2級はね、もう独学。か？独学？そうなんで、専門学校の途中でちょっと父親がくも膜下出血で倒れちゃって、で、家のお金であったり、自分の学費も稼がないといけない状況だったんで、その資格学校に通う余裕もないって、まず生活費は稼がなあかん段階やのに、そこに学費にお金を使うわけにもいかないっていうのもあって、
うんで、まあ、2級どうにか独学でできないかなっていうので、多分過去問繰り返しやってただけだと思うんですけど、うんうん、それいくら2級とはいえ分かんないこととかあったりすると、それどうやって解決してたんですか、2級の時。でもそれももうテキストに書いてる解説を読んだり、その過去問の回答に書いてる解説を読んだだけだったはずです。じゃあもう本当にこう市販の教材ですか。市販ですね。それだけをひたすら繰り返して。そうですね、もう空いてる時間にひたすら、もうそれ以外のやり方も知らなかったんで、多分ネットでも調べてないと思うんですよね、その頃。勉強のスタイルの確率っていうのはどこでできてるんですか。高校受験ぐらい、とにかくその身近にある市販のものを繰り返しやるしか知らなかったっていうのもあるんですけど、逆に勉強の仕方を知らないからもうそればっかりやってたっていうのもあるかもしれないです。まあ、学科はね、100歩譲っていいんですけど、製図も、2級の製図も独学ですか。独学です。あれも何か市販のものがあったと思うんですよね、製図の教材みたいなのが。それすごいな、いくら2級とはいえ独学で製図もいっちゃうって結構ハードル高くないですか。最初はよく分かってなかったと思うんですけど、分からないなりにその回答例とかを見ながら、うん、多分それも繰り返し練習してたと思うんですよ。でやってる途中でどこかの時点でやっぱり何かしらこの点と点が線でつながるようなところが出てきて、でそれをずっと続けてたみたいな、つなぐ作業をひたすら。それ自分一人だけでやってるわけですよね。完全に一人ですね。受験仲間とかも いなかったはずなんで、あの頃は。じゃあそれはそれでまたものすごいノウハウですよね。学校にも行かず自分だけで市販の教材で普及取れちゃう。そうですね、法令集もインデックスとかほとんどつけてなかったですね。そうなんだ、うん、あれも過去問ずっと繰り返しをやっていたら、うん、まあ、よく使うと、ね、よく出る問題ってあるじゃないですか、はいはい、あれはまあ引きやすいようにインデックスつけとこうかなっていうぐらいで、それ以外は目次のところにアンダーラインだけ 1ページ目か2ページ目にある目次に、うん、まあ、ちょこちょこ出てくる問題アンダーライン引くだけだったと思いますね。なんか本文は本文はそんな引いてなかったんですかね。過去問解きながら、あ、ここ引いといた方が目立って分かりやすいなっていうのを引いてただけな気がしますね、2級の時は。いや僕正直2級受けたことがないんで、あ、はいはいはい、1級のイメージしかないんですけど、うん、その2級の頃は特にですね、やっぱその頃ってダブルワークで働いてたんで、が、まあ、家 その生活費を稼ぐっていう関係で、なんで本当に自分に与えられた勉強する時間って本当にもう隙間時間が多くって、その他にいろいろ手を出してる余裕もなかったっていうのもあったと思うんですよね、あの頃。もう一家の大黒柱として奈々子さんは働かなきゃいけないしもう、まあね、働かないと家計が回っていかないのは、あとも隙間時間だけで2級を取っちゃった。そうですね、あとその頃母親にその勉強を邪魔してごめんとかいろいろ謝られたりもしてて、でもそれは病気で、父親の病気でそうなったことなんで、誰が悪いっていうわけでもないんで、だからなんかそう思わせたくないっていうのもあって、多分根性論に近いんですけど、本当にもうひたすらやるみたいな、決めたことをやるっていうで、余計なことはもう考えない、もうやるって決めたらもうやる、本当にもうしんどいとか眠いとかも絶対考えない、全部排除します、そういう感情どうやってその気持ちをこう集中させたらいいんですか。私のその時に置かれた状況が、ね、うん、まあ、ちょっと特殊だったんで、うん、そうじゃなかったらできてたかなっていうのは正直ありますね、うん、もう絶対もう母親にそういうことを言わせたくないっていうのが結構大きかったんで、うん、もう絶対これは1回で合格して、うん、でも全然そんな苦労なんかしてませんよっていうように軽く言いたいなっていう、なるほど、っていう思いが多分そうさせてたのかなって、2級の時は、うん、自分で勉強して2級を取りました、はい、全部一発で、はい、一発です。それもすごいけどね
そうなんですかね、うん、本当もう無我夢中っていう言葉がぴったりの時期やったんで、うん、脇目も振らず。で、2級取った後はどうしたんですか？2級取った後は設備設計事務所に就職しました。設備？建築じゃなくて設備？あのたまたま行った会社が設備事務所だったんですね。で、私その頃衣装とか設備とかの区別が全くついてなかったんで、とりあえず、あ、建築関係の会社や、受けてみようで受けて、でその時の社長さんに本当にいいのって、あの2級建築士持ってはるけどうち設備やけどいいの、地味やでほんまにいいのってもう何回も聞かれたんですけど、よく分かってないんで、あの大丈夫ですってあの頑張るんで大丈夫ですっていうので、でそれがまあ設備をやり始めたきっかけ。実際その設備設計やってみてどうでした？私もなんか楽しいなと思いましたね。衣装設計の楽しさも知らなかったんで、全然その頃設備すんなり入れたかなっていうのはあるんですけど、なんていうか、その自分が描いた図面がその建物が建っていく一部になっていくじゃないですか。そのことがすごい嬉しかったっていう、うんうん、それ別に衣装とか関係なくも、うん、自分が関わったものがそうそうそうこう形になっていくっていう。そうなんですね、うん、その頃はもうただの CAD オペだったんで、最初は CAD、うん、オペですらやっぱりそういう気持ちでやってましたね、うん、ああこれで建物が2級受かって設備設計に入ったのは何歳ぐらいですか？あの時で24年か。そこからずっと設備一本ですね。あ、じゃあ今までずっと？あ、ずっともう設備でいました。まあ、その CAD オペやってた頃からちょっとずつその設計補助になって、うんうんうん、で最終的にはまあ設計者っていう形でやってたんですけど、私はもう1級受ける頃にはだいぶ設備のことは分かっていて、うんうん、そんなにこう例えば1級の学科で設備よくわかんねえなとか、うん、その製図で設備みんな迷ったりするけど、そこはそんなに抵抗なく、はい、あ、そこは、はい、うん、あ、そうですね、うん、そこはやっぱり強みなんですね、一つね。ああ、確かにその辺は迷わずに済むっていうのは良かったかもしれないですね、うん、その設備設計は何年ぐらいで済むんですか？1級の時で3、4年ぐらい、ほぼキャドペに近い仕事っちゃ仕事だったんですけど、うん、その頃は。そこからなぜ一級を取ろうか。あの最初はその姉派事件でしたっけ、はいはいはい、がきっかけで、できあの設備設計一級建築士と構造設計一級建築士ができたっていうのを知って、うん、あ、設備で一級建築士いけるねんなって、 そういう資格があるんやったら挑戦する価値あるなっていう。だから最初はまあね、衣装さんがやっぱメインって考えちゃうんで、うん、そこまで絶対いるっていうとは思ってなかったんですけど、その資格ができたことによってまだもうちょっと頑張れるかもしれないって思って目指すようになったんです。もう奈々子さんあれね、うん、こう目の前に目標ができるとそこにグーッていって、またそこ到達するとまた次の目標どこだよって探してそこにまたターゲットを置いてくるってそれがすごいね。多分何かやっとかな死ぬかもしれへんってよく言ってるんですけど暇すぎて死ぬかもしれへんとか、目標ないと死ぬかもとか、うん、もうそうやって自分でこう設定した目標にもうロックオンしたらまっすぐ行きます。すごいな。で、じゃあまあ目標は決まりました。はい、設備でも一級建築士取れるらしいってなって、うん、じゃあもうすぐ受けに行ったんですか？その頃その実務経験が4年必要だったんで、まあ、それを貯めるために仕事もしてた時に某 S からっていうのがかかってきたっていう学校ですね。学校某 S のところからかかってきて、まだその頃受験資格取れてなかったんですよ、4年経ってなかったんで、はい、でも電話がかかってきて、まあ、これから1級受けはるにあたって、まあ、いろんなノウハウうち持ってるんでちょっとお話聞きに来ませんかっていう風に営業さんからかかってきたんで、最初はもう全然興味もなかったんですね、うん、その学費がすごい高いじゃないですか、 ああいうところって、はいはい、すごいその生活費稼がなあかんから一生懸命働いてるのにそこにお金はちょっと使うの無理だなと思って、まさかね、ああ、それ無理だよ。そのノウハウも気になるっちゃ気になるんで、うん、気になるけど無理だよ。で、どうしたんですか？で、帰ってきたら、あ、契約することになったとか、契約したんかそう、周りからすごい言われてだって
話聞きに行くだけって言ってたやん、なんか営業の勉強しに行くって言ってたやんとかってすごい言われて、いや、そうなんやけど、ちょっとなんか乗せられてってそれ、ちなみに何年分の契約をいくらで契約したんですか？あの時はね、2年契約の150万超えてたと思うんですよね。160万ぐらいなんかな。で、その時も私こういう状況なんで払えませんとかって営業の人にも言ってたんですけど、いや、あの教育ローンとかもあるんで、教育ローンやったら月何万で全然、うん、あのいけるんで、ああそうなんやへーってね、家の家計を支えなきゃいけないし、はい、仕事もだんだん忙しくなってきて、はい、そのキャドオフからステップアップしてきて、うん、まさかこれ以上はね、いろんなローンとかね組まないよね私と思って行ったら2年160万を契約して帰ってきちゃう。そうなんです。お金もかかるし大変やと思うんですけど、この2年っていうのをがっつりやって、もうストレートでスパッと合格してしまった方が絶対有利ですよって、うん、あ、そうですねみたいな。まあ、確かにそれは一理あるかなっていう気はね、うん、で今までの自分の経験則で必要な努力はもう絶対する自信はあったんですね、うん、合格するのに。まあその時ね、教務の人も2000時間かな、学科はいるって言われてて、まあ、2000時間じゃあやらな合格的にって言われんやったらじゃあやります、単純思考でずっと言ってたらいつの間にか契約してたっていうで契約して、まあ実際2年間もう最初はまあとりあえず学科に向けて勉強するわけですよ、ね、はい、あ、そうですね。もう2年間もひたすらやってました。もう朝昼晩とにかく空いてる時間ですね。会社にいつも早めに行ってたんですね、うん、まあ、通勤時間ちょっと早くして電車の中でも勉強したいっていうのもあったんで、で、まあ、始まるまで1時間勉強して、でお昼も10分15分でさーっと食べて残り時間勉強して、うん、帰りの電車も勉強して家帰って勉強してって。そうすると大体1日3、4時間ぐらい、ね、まあできますね、うん、自習室とかにも行ったりもして仕事終わってから、うん、はあ、そうするとやっぱり1年間で1000時間ぐらい取れるし、うん、2年で大体2000時間ぐらい、もう余裕で超えてたと思いますね。でその勉強した成果はどんな感じでした？100点超えて合格できたっていうのは覚えてます、うんうんうん、その学校の模試もその営業さんもね、私たきつけるのうまいんで、いや、ななこさんはそういう大きい目標があった方がいいと思うから、じゃあ関西ナンバーワンの成績目指しましょうって言われて、うん、あ、それはちょっといいかもしれんっていうなんかやっぱ目標があった方がいい、頑張れるかもってので、あ、じゃあ分かりました、私ナンバーワン目指しますとかって、まあ、相手がね女性の方やったら余計になんかちょっと意気投合してしまって、うん、でずっと勉強をひたすらやって、ナンバーワンはちょっと無理やったんですけど、だいたいナンバースリーでずっといてるみたいな、うん、普通ナンバーワンになりましょうって言われたらちょっとそれはなって思うんじゃなくて、まあ、やってみっかってそのやっぱりその目標に対する姿勢がちょっとね積極的で強めだなっていうその2000時間を奈々子さんなりに乗り越えて、はい、で一発目で学科はあって、はい、その2000時間の勉強の仕方はまあ、さっきの2級建築じゃないですけど、基本はもう過去問の、そうですね、過去問、多分資格学校の問題も多分過去問ベースですよね、うん、全部なんで資格学校がくれる教材の問題をもうひたすら解くっていう、うん、繰り返し繰り返し、まあ、今度は2級の時とは違って資格学校行ってるから、うん、分かんないことがあったら実は資格学校で解決するみたいな、それもなんかあんまり聞いてなかったような気がします。なんかまあ補助教材とかいろいろあったんで、はいはい、ビデオ講義とか、うん、あんま質問した記憶もないです、うん、準備されてた教材で十分理解もできたし、まあ、疑問なところがあってもそれを使ってこなしていったって感じですね、うん、そうですね、うん、あ、多分深く考えてないんでしょうね、うん、そうこういう風に考えてくださいねって言われたらもうそのまます自分の中に、うん、あ、取り入れて、じゃあここもっとどうなっているのとかっていうあんまり深みにはまっていかないっていうか、過去問を使って点数を取るための戦略っていうのは、うん、思考パターンだけを蓄積していくような感じですね、うん、そうですね。得意な科目は何だったんですか？法規が一番得意だった気がしますね、うん、逆に一番苦手だったのか、施工が苦手でした。あ、それは現場に行けてないかってわけじゃなくて、あの細かい数字を覚えるのも多分苦手だったんですよね、はいはい、
苦手な科目はどういうふうに乗り越えてたんですか？ひたすら繰り返す。ひたすら繰り返す。繰り返して覚える。ただ問題を解く。解くですね。その頃は、うん、資格学科通ってた頃はもうそういう、本当に書かれたやつ解いて、覚えるに近いですかね。あと、身にはなってなかったと思うんですよね、その頃の勉強って。例えば現場で使えるような知識として咀嚼できたかっていうと、話もそうじゃない。そうですね。それこそ、ね、今では学科と製図はこうつながっててとかっていう話、ね、よくあるんですけど、多分そういうつながりも何も考えずに学科は学科、製図は製図で、うん、っていう頭でいったんで、だからそこの学科で勉強した知識が多分製図にはその頃全然生かされてないんじゃないかなっていう。なるほど、でもまあ初めての学科で一発で受かった、はい、そうですね、まあ今ね、学科の合格率も結構厳しいから、まあ、いくら2年やったとはいえ、逆に2年間やり続ける方がすごいけど、よく1回で通ったなと思いますよ。今度学科が通って、はい、まあ、いよいよ本丸ですけど、どうでしたか、初めての製図試験。初めての製図試験は、その資格学校で最初にその年の課題のビデオが、私は平成23年が初めてだったんで、その頃老研の解説ビデオを最初に見て、でその後エスキスの解説動画のビデオを見て、で見終わって、じゃあその通りやってくださいって言われたんですけど、よくわかるなんかファーストイメージとか言ってるけどってなんでそれでそんなゾーンが分かるのとか、全然本当に何をやってるかが分かるっていう、でも周りの人はやってるっていう、なんか自分だけなんか取り残されてる感がすごかったですね、その頃。でもやらなきゃいけないじゃないですか。そう分からんなりにやり続けると形はなんとなくできてくるんですよ、ね、結局そういう部屋を当てはめていくだけなんでやってるのって、もう人のその使い勝手とかも何も考えてないんで、まあ、部屋押し込んで、そう詰め込んでみたいな。そうだからなんか公園とか南側に部屋を向けなさいねって言われたら向ける最初からパズルな。あ、本当そうですそうじゃないとできなかったですね。あ、でもその1年目、まあ、パズルで頑張って時間内には、エスキスの作図もできるようになったんですか？それは、はい、できるようになりました。作図も結構練習したんで。1年目のその製図の勉強で苦しかったのはどこですか？形に最初できなかった頃が一番しんどかったですね、全然もうその授業時間内に形すらできなく、何も6時間とかかけてるのにエスキスが全く終わらず、でどうにか家帰って形にして作図して、で他の人はもう普通に授業中に作図まで終わらせて、で終わった後ディスカッションしてとかってやってたんですけど、全然ついていけなかった頃がしんどかったですね、精神的に。もちろんその時仕事をしてるわけですよね。してます。まあもうほとんど寝ないで宿題とか。そうですね、睡眠時間少なかったですね、その頃。でどうでした最初の試験？最初の試験はよく分からんまま終わったっていう、とりあえず完成をさせましたけど、えって思った。あ、終わってしまった。試験中の自分の感触と結果はそうだろうなって感じでした。そうですね、やっぱなんか練習課題ではそれなりの形作れてたのに、本試験の課題はなんかつかみどころがないというか、えこんなんでいいんかなとか。じゃあもう1年目の時からその学校でやる課題は、まあ、それなりにはできてたんだけど、この試験だとちょっとなんか違うなっていう感じが出てたんですね。そうですね、多分何を手がかりに進めていったらいいのかっていうのが本試験でよく迷ってましたね。2年目はもう資格学校に通うのをやめて、少人数で教えてるところにちょっと通ってまして、でそこで初めてそのエスキスのやり方を習ったっていう、その、まあ、情報を全部エスキス様子に書いて、でそれを元に検討してっていう、エスキスを習ってようやく、あ、こういう風にするんやっていうのを2年目で気づいて、
で、それをちょっとずつこう自分の中で精度を上げる練習をずっとやっていくうちに、まあ、成績もだんだん上がってくるようになって、で最後の模試でもなんか成績トップになって、ああ大丈夫受かるよとかって言われてたんですけど、結局本試験でまたあれっていう、なんなんでしょう、つかみどころのないっていう。本試験で感じた戸惑いっていうのは1年目とはあんまり変わらない感じで来ちゃったんですね。2年目の方は戸惑いは大きかったですね。そのやっぱり一応プロセス踏んでエスキス組み立てて、うん、なんとなくこうやり方が分かってたのにそれができなかったっていうので、1年目はもう分からんままとりあえず、うん、それこそ力技で、ね、自己みたいな感じでやってたんで、うん、2年目はこう段階を踏んでやってたのにそれができないっていう、なんでなんやろうっていう、まあ、一般的にはこう年を追うごとにステップアップっていうか、少しずつまあいろんなことを覚えながら成長していくんだけど、うん、そうじゃなくてむしろなんか深みにはまるじゃないけど、うん、1年目から2年目に行ったら2年目でなんか余計わけわかんなくなっちゃうよ。そうで、それがまたその練習課題ではできてるのに本番でできないっていうところが、うん、なぜなのかがわからないっていう、うん、今先生たちからはちょっと肩に力入りすぎてたんちゃうって肩に力が、そう、とことん勉強するしてたんで、から、まあ、次の年はもうちょっと軽く流す感じで行っても十分合格いけるんじゃないかなって、うん、いう話があったんで、なるほど。でそのまま次の最後カドバンの年に、3年目はもう最初から練習課題はもうほぼ A 評価ばっかりがずっと続いて、ちょっとダミだとしてもやっぱ B ぐらい、 B 評価ぐらいで止まってたんですね。で最後の模試もその年もまた成績トップになって、でも周りの人も先生も絶対いける絶対いけるって言われてたんですけど、もう2年目にちょっと深みはまってるんで、本当にいけるんかなっていう、なんかたまたまが続いてるんじゃないかなっていう不安もすごいあって、で、まあ、その不安なまんま試験会場行って、まあ、問題解いたんですけど、ただなんかその最後のカド番がその平成25年のセミナーハウス、大学のセミナーハウスで練習課題でやってたことと違うことが出たんですね。まあ、練習課題だと宿泊室の面積とか与えられてたりってしたんですけど、それが適宜に全部なってたりして、全部適宜になってるって、これは一部屋何個はいるんだろうっていうのでもすごい迷い出して、与えられる条件が少なくなるとどうも自分でプランを作れない、ね、いいタイプやったみたいなんですよ。その頃はもう全然そんな気づいてなかったんで、今思えばなんですけど、なんでそういうふわふわしたような問題が出た時にもう何から手をつけたらいいかわからない、コマ数も出せない、うん、でももう時間が来て、とにかく図面は仕上げなあかんっていうので、もうエスキステージなんかもういろんなところが飛んで飛んで、でボリュームチェックもまともなチェックもしてないし、で完成させるにはもう部屋を入れるしかない要求されて、でこう部屋をどんどん入れていったらもう廊下がワンスパンみたいなビッグ廊下になったりとかって、下図面のバイコマを見た時にもうこんなんで受かるわけがないって思うんですけど、とりあえず仕上げないといけないんで、もう絶望しながら作図を仕上げてましたね、うん、何で以上にしてくださいっていうのを前提に準備した受験生の方にとっては、急にこうじゃあどうぞ自由にやってくださいって言われると、うん、なっちゃうんですね。そうですね、結局その与えられてたものをこなすのは対応しやすいんです、うん、私はこれやってくださいねって言ったら分かりましたってもうすぐってその通りにやるって、で自分の好きなようにやってくださいって言われたらもう、じゃあ何から手をつけたらいいのかっていうのですごい迷うタイプなんで、それが本試験で出た時に何をやったらいいか分からないって、で焦り出すとねもうずっと焦ったままになっちゃうんで、うん、冷静に考えたら分かるところも多分分からなくなってたかなっていう、確立してたはずの自分のエスキスの手順ももう崩壊して、うん、やらなきゃいけないことはやってないしやらなくていいようなこともやってたりして、もう全然安定が
なくなっちゃった感じなんですか。そうですね。試験直前に先生からもしどうしようもわからなくなったら大空間ホール的なものは絶対出ると思うから、うん、もうそれを2階に入れとけば、うん、部屋の面積はいっぱい取れるから、もうどうしてもできなくなったらそういう方法でやるのも、まあ、一つの手だよっていうのを聞いてたんで、もうそれにすがったっていう、うん、ただそれをすることによって各部門がフロアまたいで、まあ、配置することになったりとかっていう、どんどんその少数派だったりやりにくい方向に走ってた。1年目になんかよくわかんないまま受けて、うん、2年目に深みにはまって、うん、でも3年目も普段の課題では成績トップクラスなのに、うん、実際本試験に行ってみたら手がつけられないっていう、そうするともうどんどん自分のことを信じられなくなってきますね。そうなんです。だから周りの人にできてるよって言われても、もうそれは絶対たまたままぐれいう思いがすごい強かったですね。なんで一級に限らず普段の生活というか気が強かったんで、昔から努力はちゃんとして結果も出す、でそれなりに多分その頃自分にすごい自信があったんですけど、そういういろんなものが粉々になって、あれだけ周りにできるって言われて成績トップにまでなって、でこのワンスパン使ったビッグ廊下ですかっていう、本当今まで積み上げてきたものがもうぐちゃぐちゃになるぐらい、なんで性格もちょっとずつなんか内向的に、私はあんま気づいてなかったんですけど、家族とかにもなんか一級落ち始めてからはちょっと性格変わったよねとかってなんか それは一級建築士試験って一体なんだよってことですね。人の性格を変えちゃう。そう、もうどんどん自分に自信がなくなって、うん、3年目はランクいくつだったんでしょう。ランク3でした、ね、うん、図書館の時はランク2、うんうん、で老犬はランク3で3、2、3です、うん、全然こういまいち浮上してこない感じですね。もう全然、でもこれだけやってきたのに、うん、もうこういう結果しか出せないんで、うん、でも普段はできてる、うん、でもこれ以上努力のしようがないっていうか、うん、まあ、自分の結構限界ギリギリまでやってたんで、うん、これでもまだ足らないって言われるんやったらもう私には無理だなっていう。で稼働落ちしてすぐ気持ちは切り替えられたんですか。いやもう折れました、心が完全に折れましたね。ここで折れたんですね。もう無理だなって、結局何をしたらいいかもわからないんですよ、うん、ここをやったらいけるよっていうのが分かれば、もしかしたらそっちに向かってまたやってたかもしれないんですけど、どうしたらいいかが分からなかったんで、で分からないまま努力したって結局また自分が傷つくだけになるっていう怖さもあったんで、もうちょっと一級はもうここで終わりにしようかなっていうので、うん、飽きました。稼働落ちした次の年にすぐまた学科から受け直したわけではない。もうそこから一切一級のことは忘れて仕事に没頭してました。これ以上傷つきたくないっていうのが一番大きかったかもしれないですね、うん、自分のいろんなものが粉々になったんで、うん、自信とかプライドとか、うん、だからこれだけ努力したのに結局自分自身をものすごい否定されたような気持ちになっちゃって、その不合格っていうのを突きつけられたことによって、うん、でもうちょっと立ち上がれなかったです。ね、また努力して結果がついてくるの分かってんだったら頑張れるけど、うん、また頑張ってまた落ちたら今度2倍3倍になって傷ついちゃうから、うん、そう、やっぱり大人になればなるほど努力したことに対して何も返ってこないってやっぱ辛いじゃないですか、うんうん、しかも、ね、私も他の人もこう働きながらどうにかこうにか勉強しているのに全く結果として返ってこないっていう努力を続けるのがあまりにも辛すぎて、うん、手を抜いてたら、あ、手抜いたから落ちたんやって、うん、ある意味ちょっと自分に言い訳はできるんですけど、本当にやってたんで、うん、それでもできなかったっていうのは全部自分に向いて返ってくるっていうか、うん、何やってるんやろって。でそれも自分が勉強したものをちゃんと出した上で落ちたんならまだどこか納得できたかもしれないんですけど、普段できてるのにそれが全くできなかったっていう事実があまりにも辛すぎたって。
その自分が学んだものを本試験で発揮して、それで結果他の受験生の図面とかと比較された上で、あなたの図面はダメでしたよって言われるならまだいいけど、そもそもその比較の土俵にすら上がる前に自分でもう、まあ、自滅したってわけじゃないかもしれないけど、何にも発揮しないまま試験だけ終わっていっちゃって、うん、それはねきついですよね、やればやるほどね。うん、じゃあその稼働地してから何年ぐらい間25年に稼働地して次が平成30年なんで、うん、4年空いて、じゃあいざ学科から受けようって思えたのは、うん、何かきっかけだったんですか。行きを諦めた間に建築設備士の勉強をやろうと、まあ、稼働地して2年ぐらい経ってからかな。まあ、やっぱりその一級を諦めきれてない気持ちもどっかにあったんで、ただやっぱすぐに受けるっていうのもなかなか勇気がいってって、でただまあ専門は設備の、ね、お仕事してるんで建築設備士を先に取ってしまえば建築設備士の免許を持ちながらやってる仕事は設備設計一級建築士の実務経験にもつながるんで、あこれは取る価値あるかなってと思って、勉強っていうもの自体 もうずっと放棄してたんですけど、ここでもう一度建築設備士頑張ってみようかなっていうので受けて、でそれがすんなりどうにか通ることができたんで、あでもやっぱり努力報われるなっていうのもその時感じて、で多分それがきっかけで、まあ、この勢いでやっぱりもう一回頑張ろうかなっていうので一級に戻ってきた感じです。自己肯定感みたいなのが少し戻ってきて、うん、ああそう、それは大きかったですね、うん、これで設備士も落ちてたらちょっとまたどん底になってたかもしれないんですけど、ねね、あやっぱやった分はちゃんと返ってきたなって、まあ、その試験はちょっと勉強足りてないなと思った部分もあったんですけど、ただその時自分が勉強してきたことをちゃんと出せたんですね。建築設備士の試験は製図もあったんですけど、まあ、もし落ちたとしてもやれることはやったから、まあ、まだマシかなっていう思いはあったんですけど、うん、そこからまた学科からじゃないですか、はい、それどうやって勉強したんですか。合格物語っていう学科教材があるのは前から知ってまして、はい、で私学科で勉強するんだったら一問一答で解きたいんですね、うん、どうしてもあの4択とかだと罰がどれかとかってなんか覚えてしまいそうな感じがするん で一問一答式で勉強できる教材がないかなっていうので合格物語っていうのに出会って、でそこで申し込んでで勉強してました。合格物語ってパソコンでやれるソフトですよね、うんはい、今では多分紙ベースの勉強が多かったと思うんです、うんはい、特に抵抗はなかったですか。そうですね、なかったですね、まあ、それを入れるにあたってタブレットのパソコンを買って、うん、パソコンでできるんだったらパソコンでしたかったんですね。やっぱ紙持ち歩くのも大変ですし、うんまあですね、データ管理もできるんで、私としてはすごいタブレットに入れて勉強するのはやりやすかったです。どこにいてもタブレットさえあれば、うんそう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 、なんでそれも空き時間にすると仕事もその頃すごい忙しかったんで、まあ、家帰ってきていざ勉強しようと思ってもその机の前に座るっていうのが結構しんどいじゃないですか、まあ、ご飯食べてお風呂入ってってでこう疲れが溜まっている中でいざ勉強しようと思ってもなかなかやりづらいんで、ただタブレットだとソファーに寝転がりながらできるんですよね。だからあしんどいなと思ってソファーにゴロンってなりながらタブレットでポチポチできるのがすごい助かったっていう、紙だと机の前でやらないといけないとかってあるんですけど、あじゃあ寝転がって天井を向いてあそう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 ポチ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 ずっとやってて、で、まあ、その日は眼精疲労で結構頭痛くなることも多かったんで図面1日書いてたら、でそういう時はあの音声学習もついてたんで、うん、音だけそばでこう寝転がりながら、うん、っかりながら聞いて、まあ、いつの間にか寝てるっていう、うん、整理した教材を使う時は聞いてた、解説とかをずっと音声で流れてくるっていうのを聞いて、まあ、結構寝落ちすることも多かったんですけど、あ大丈夫睡眠学習したからって思いながら、そのやっぱり毎日やるっていうのが結構大事じゃないですか、うん、
たとえ5分でもいいから毎日続けるっていうのをするためにも、そういうダラダラした状態でも勉強できる環境を整えれたっていうのは大きかったかなっていう、まあ、音声学習だったら別にその机に座らなきゃいけないわけでもないし、すっごい疲れたなと思ってもとりあえず再生ボタンポチッと押すだけで罪悪感をこう持たずに続けられるっていうところがいいですよね。そうですね、すごいやりやすかったですね。1回学科を2000時間勉強して、はい、まあ、受かってるっていうストックもあって、でもう1回学科を受け直しますと、はい、いう時はどれぐらい勉強はしたんですか？あれ20年分過去問が入ってて、はいはい、結局全部はできなかったんですよね、苦手な科目はなるべく20年に近い数はやって、でそういう法規とか環境設備とか割と自分がやりやすい教科については10年分とかで、とりあえずスケジュール組ん でそれでも時間が余れば残りの10年やろうかなっていう感じでやってましたね。か最初に空調やったら空調っていうのが何問収録されてるかっていうのを、まあ、全部ノートに書き出して、でやっぱ問題数が多いってことはそれだけいっぱい出されるってことなんで、そういういっぱい出されてる項目から先にこう勉強していってっていうやり方でやってました。20年分の過去問を同じウェイトでやるというよりはもう優先順位をつけて、例えばその10年分なら10年分、あの得意な科目はまあ10年分で押さえといて、不得意なやつはまあ20年分やってもいいし、出題数が多い項目のやつを先に重点的にやって、できるだけ点数につながる順番でやっていく感じですね、はい、そうですね、この収録数とか見てるときに、じゃあこれ何時間で解けるかなって考えて、で1問30秒かかりますとか1問1分かかりますってなったら、その1問1分かける問題数ってやったら、え、こんなんとてもじゃないけど解かれへんちゃうとかっていう時もあったんで、時間を見つつこれぐらいやったらまあいけるかなっていうのを探りながらやってましたね、うん、その2年目の学科を勉強してる時はなんか辛いなとかきついなっていうのはあんまりなかったですか？まあ、なかったですね、ちょっと楽しかったかもしれない、こんなん出てたな、そういえばっていう、なんか昔をこう思い出しながら、そうそう、これ似てるから間違わなあかんやつやっていう、結構その頃のベースがやっぱやり込んだ時残ってたみたいで、いくら間が空いたとしても、なんで取っかかりやすかったですね。2回目の学科に挑戦をし始まって、その年に受かったんです。受かりました。大体受かっちゃうんですね。結構でも稼働地された方も割とすぐ受かる方多いって聞いてたんで、やっぱりそういう一回ベースができてるっていうのは大きいかなって。私も学科で言うと平成23年が最後なんで勉強してたのは、そこから30年まで空いてるんで、それでもやっぱ残ってるってことは。そうですね。うん、やっぱ一通り学習してることって強いなっていうのはあります。初めての学科を買って製図で一回どん底に落ちて、間が空いて自己肯定感を一回回復させて、さあ学科2回目受かりましたと、でまた次の製図3年間チャンスがあるわけですけど、はい、2回目のサイクルの時の製図はどうやって勉強し始まったんですか？2回目は次の製図は合格物語からの流れで浦志堂さんの通信の方を申し込んでやってましたね、通信添削とかを、いろんな勉強され方してると思うんですけど、その浦志堂さんにこう変えたのは合格物語ってソフトがあったからっていうのが大きかった、それともなんかこう違う勉強の仕方が気になるものがあと合格物語の流れからが大きいですね、あとその合格物語やってる時に学科の講習会に何回か参加させていただいてて、でその時の講師の先生たちの教え方がすごい素晴らしかったっていうか、すごい分かりやすかったんで、こういう先生たちが言ってるサイトはやっぱ製図もちゃんとされてるのかなっていうのもで浦志堂さんに行きました。どんな感じで勉強は進んでたんですか？製図試験の浦志堂っていう本を見てエスキスをもう一回一から勉強しながらやってたんですけど、昔やってたエスキスとはまたちょっとやり方が、今でこそこう引いて見れるようになったんですけど、やり方が変わったことによって戸惑いもあって、あ、これさらに書き出す量ちょっと多いなとか、前やってたやり方より
なんでその手順を覚えるのに割といっぱいいっぱいになったとこはありますね、うん、でそういう身についてないまま、まあ、仕事の方もちょっとだいぶ忙しくなって出せない課題も出てきてっていう状況で本試験迎えたんで、うん、とにかくなんかすごいバタバタしてた感じですね、その平成30年は、うん、ほんまになんか身についたっていう感じは感触はなかったですね。前やってたエスキスと近い形なんだけど、うん、だからなんかこう新しく何かが自分の中にできたっていうわけでもなく、うん、そんなに変わった感じがないまま4回目成人試験。そうですね、うん、でこの時も最終模試は一応成績ランク1だったんですよね。またしてもなんだね、いやまたランク1なんかいい成績を事前に取れば取るほどなんかもう不安になってくるっていうか、別にそれまで全然ランク1取れなくても最後ランク1取るのが一番大事じゃないですか、合格するっていうことは。なのにその前にランク1取ってなんかもうそこがピークなんじゃないかっていう、今度本試験の時にはピークが下がってるっていう感覚というか、そういうイメージがもう自分の中にトラウマのようにできてしまってるんで、ああまたランク1か、これは本当にちゃんとした上でのランク1なのか、また私はたまたまランク1を取れたのか、どっちかなっていうすごい不安があった中で、平成29年かの合格された一見さんがもうちょっと東京の方で講習会しますよっていう話を聞いたんで、もうなんか一人でうだうだ考えてても仕方がないからっていうので東京まで講習受けに行って、でそこでまあ基本的なことも教えていただいて、残りの2週間ずっとそれをやってたんですけど、うん、でも結局本番になったらまたそれができないって、うん、まあ、特にその平成30年のプールの時がその全方向アプローチしてもいいですよみたいな内容だったり、うん、まあ、課題文が A2 に変わったりとか、ね、計画の予定も結構突っ込んだことを聞いてこられるようになってたんで、もうそこでまたすごい焦ってしまって、うん、焦るとポンコツになるってすごい言われてたんで周りの人から冷静やったらちゃんとできるのに、焦り始めたらあんた何の使い物にもならんなみたいな、あ、それも日常生活からそんな感じです。あ、あ、それはその息落ち始めて自信がどんどんなくなっていくに従ってそうなっていってたんですけど、なんとかなるなるって昔思ってたやつが、なんかどうしたらいいんやろどうしたらいいんやろっていうすごい焦りに変わって、なこさん面白いな、普通、うん、試験までの課題でランク1とか取ってると、うん、みんな安心してこう試験迎えるんだけど、ランクさんの場合はランク1取れば取るほどどんどん不安になってるっていう。30年プールはランクいくつだった？ランク3。ランク3、また。またその時も多分ね、ボリュームチェックが苦手なんでしょうね。うん、それも気づいてなかったんですけど。なんでそういうボリュームの検討も6に。その時もしてなかったですね、時間がなんか、その結局プールを1層に行くか2層にするかとか、多目的スポーツ室を何階に入れたらいいかとかっていうのも全然つかめなかったんで、じゃあもう分からんけどとりあえずこの階この階って決め打ちして、で部屋を入れていく、で残りが廊下っていう感じになってたんで、もう廊下もガタガタ で変にホールもできてるしっていう、だから全然本当に基本的なアプローチ考えてゾーンを分けてコアを打って廊下を走らせてから各部屋のボリュームをさばいていくっていう流れが全然できてないような図面が出来上がったっていう。最初の政治試験3年間と1回目の3年分の政治試験の最初の1回目、まあ、4回目が違いはないっていうか、自分の中では感覚的にもこうできるようになったんだけど、ここまでできなかったんじゃなくて、あんまり変わってない。そう、結局同じことを繰り返してるイメージ、うん、あ、また同じことやってる、うん、どうやったらそこを突破できるのかが全然余計に分からなくなって、うん、ランク3また取って、うん、でまた次の年成績受けたんですか？そうですね、うん、で次の年はラシドーさんの大阪の直接塾に通えることになったんで、はい、そちらの方でずっと勉強をしてました。たまたまその平成30年の合格発表の日に打ち合わせ予定が入ってたんですね。 10時から入ってて、でだいたい発表って10時じゃないですか、ないと思うけど、でも一応見るだけ見ようと思って見て、結局やっぱり落ちてるって分かって、まあ、へこみながら、一緒に行ってたあの衣装事務所の
方に、いや実は今日1級の合格発表やったんですけど落ちたんですよって、うん、ちょっと話のネタ的な感じでやった時に、あそういえばこの人も1級持ってはるから、うん、あどんな風に勉強したのか聞いてみようと思って、まあ、話を聞かせていただいて、その方は学科は結構なんか苦労したらしくて、でも製図は一発で通られてて、で特に難しいとも感じなかったっておっしゃったんで、えなんでですかって聞いたら、コンペばっかりやらされてたっていう、コンペ1級の製図試験と似たような感じじゃないですか、敷地与えられてこういうコンセプトでとかって、もしかしたらそういう練習が自分には足りないんかな、そういうふわっとした課題与えられた時に自分で作り出せないっていうのは、多分そこの力が弱いからできないんかもしれへんなって、あそれだったら浦志堂さんでいうと、その国語力の課題を頑張ってできるようになれば、もしかしたら今まで崩れてたものがちゃんとできるようになるかもしれないっていうのにその時気づけたんで、次の年はじゃあ浦志堂さんのその国語力とかもちゃんと勉強してやってみようっていう、ちょっとした希望の光みたいなのが見えましたね、その時に。国語力、自分で敷地も設定して、自分で建物用途も決めて、必要な部屋も全部自分で決めて、標準回答例みたいなのを自分で作る、問題を解くんじゃなくて自分そのプランをまず作るっていう練習、ね、うん、そうですね、その建物の理想的な形を自分で作り出すっていう、課題分のその条件が緩いパターンの時に自分でそれを組み立てられるようになるっていう感じですかね、うん、そうですね。でそのプランを作るってことは、その作るに至ったプロセスも自分の中でちゃんとないと作れないじゃないですか、当てはめて作るわけにはいかないので、だからこう考えてこういう部屋の配置にしましたとか、こういうゾーニングにしましたっていう、まあ、プロセスを自分で説明する力がないっていうのもその時気づけたので、何が自分にできてなくて、でどうすればいいのか、出した答えに対して私はこう考えてこうしましたって言える力は絶対この試験に必要だなっていうことに気づいていたんで、なんかその平成25年の大学のセミナーハウスの時にその一部屋何コマ使わなあかんとかって分からなかったのも、その辺が自分の中で身についてなかったんで、あこの人数だったらこれぐらいが、まあ、一般的やったり理想的だなっていうのも全く何もなかったんで、緩いのが苦手な人は緩い課題を勉強するのが一番大事なのかな。効力とかを取り入れたことで条件ガチガチの課題もいけるし、条件がゆるゆるなやつでもまあ解けるような、でそれでまあずっと勉強を続けていけたんですけど、ピークがまた本試験の前にどうも来てるみたいで、ピーク過ぎたらスランプに陥ることってなんかあるんですよ、ね、ずっとああ調子よく上がってきたなって、うん、でもある時からあれ自分なんでこういう部屋の配置したんだろうとかっていうのも頭の中ごちゃごちゃになって、また説明できなくなったんですよね、うん、それが最後の模試の時が一番ひどくて、浦志堂さんの模試って結構本試験に近いような感じのふわふわっとしたような内容が出されるんで、その何を手がかりにして進めていけばいいのかがまたその時に分からなくなって、うん、試験直前やのに自分の思考プロセスもよく分からなくなって、このまま本番行ったらまた同じことになる、うん、そっから不安が積み重なっていって、まあ、その時に、まあ、そういう状態の私を見かねていろいろ話を聞いてくれてた子がいたんですけど、でその子は全然建築も全く関係ない仕事をしてるんですね。その子に対してエスキスってこういう風に考えてこういう手順でこうやってでプランをこう作っていくっていう、その子に教えるような感じでエスキスのやり方とか、あとプランは私こう考えてこの部屋をこう配置してやっていったねっていうプロセス、うん、プランニングのプロセスとかをその子に説明する練習を最後やっていって、またどうにか戻ってきた、うん、そのスランプから脱したかなっていう、うん、逆に知らないんでちゃんと説明できないと相手わからないんですよね、うん、同じようにね勉強してる人だったらちょっと言ったら、あーはいはいはいって言ってくれるところも、何も知らん子に言ったらやっぱりより詳しく説明しないとわからないっていう、丁寧にこう自分の思考を話すことによってだんだん自分の中でまたこうぐちゃぐちゃになってたものが整理されていって、でその状態で本番をどうにか迎えることができた、うん、その年に受かりました、まあ、落ちたと思ってたんで
またちょっとなんか統合というか音信不通みたいになってたんですけど、受かった年の政治試験本番の手応えはどうだったんですか？あ、もうないです。あ、ないんだ。あの器、建物形状がまず少数派だったんですよ、うん、あ、その本番中はもういっぱいになってたんで分からなかったんですけど、冷静に考えたらこの器の取り方はないっていう、うん、普段の私だったら絶対選ばへんっていうようなものを選んでたんで、ここで上またやってるっていう、普段と違うことなんでするかなっていう、あとは結構大きいミスもあったんで、あ、これだけ勉強してようやくいけそうかなっていうところまで来てたのに、あ、またあかんかった。さすがに5回目の政治では蓄積してきたものの成果が少しずつにじみ出てきてて、本試験でのその船越さんご本人の感覚としてはいまいちだったかもしれないけど、そのいまいち感も覆すぐらい多分実力がついてたかもしれないですね。エスキステージは飛ばなかったですね、初めて。途中いっぱいいっぱいになって、うん、ああちょっともうわからんっていうのはいっぱいあったんですけど、ただそこで一旦じゃあちょっとここは置いといて、さっきこの別の作業をやってからもう一回戻ってこようとかっていうことがもうできましたし、あと自分のそのプランニングプロセス話せるようにはなってたんで、その本試験でも自分こう考えましたって説明できるぐらいにはなってたんで、今まではもう何が何かわからんままとかっていう状態とは違うっちゃ違いましたね。その少数派に走ったものの、一応やってきたことは多少は形にはなってるなっていうのはあったんで、多数派に行ったら受かるかっていうとそんなこともないから、うん、やっぱり自分が選んだパターンでどうやってランHっていうその評価を受けるためのランに持っていけるかっていうのが勝負だから、うん、そこはやっぱり実力がついてたんでしょうね。基本的なことを繰り返してたのが、うん、無意識レベルで出てたっていうのはあったかもしれない、うん、例えばその一軒さんに会いに行くだったり、うん、あの簡単に東京にバッと来ていろんなの参加して行ったりとか、まあ、そういう行動力が大きいかなと思うんです、うん、まあ、実際今ネットにねいくらでも情報はあるし、まあ、正直ネットの情報を集めたら一級建築士に合格することは十分できるんだけど、でそこに加えて行動して必要な人に会いに行って必要なものをまあ吸収して、それを自分の中に咀嚼しながら生かしていける行動力がやっぱり大きいかなと僕は見てて思いました、はい。まあ、断片的にいろいろ聞いてはいたんですけど、はい、奈々子さんじゃない人かな、はい、こういう受験生がいるっていうのは、はい、奈々子さんから実は資料をもらっていて、読ませてもらって、はい、僕が感じた感想は、奈々子さんは、まあ、性格的にもともと勝ち気だったとおっしゃってましたけど、うん、諦めることを諦めたんだなっていう感じがして、じゃないと普通にこの状況でこんなに勉強はちょっと無理だな、少なくとも自分ではまあ無理だなっていうのがすごく大きくて、はい、まあ、いろんなね、受験生いろんな状況があると思うんですけど、やっぱりそこの中でどうやって苦しい状況で戦うかっていうのは、まあ、一人一人解決していかなきゃいけないので、その意味では奈々子さんのこのご経験はとっても受験生の方には勇気が湧く話なんじゃないかと思います。そう言っていただけると今までのこの苦しかったやつがちょっと報われる感じが。今一級建築になってみてどうですか？17ですね。最初建築やりたいなと思います、うん、で一番最初にそう思った時からまあ大体20年ぐらいかけてやっと手に入れたこの資格ですけど、どうですか？ようやくやり遂げれたなっていうのは大きいですね。やりきったって言えるのが自分の中で、途中で諦めるとずっとなんか心の隅っこに残ってたりするんで。最後にこれから一級建築士試験を受ける受験生の方たちにアドバイスとかメッセージがあればぜひお願いしたいんですけど、ね、皆さんいろんな学校行かれて勉強されてると思うんですけど、自分がここでやるって決めたなら、まあ、そこのやり方にちゃんと素直に従ってやる。いろんなところをちょこちょこなんかかいつまんで、変になんか自己流でやるんじゃなしに、とりあえず一旦そこのやり方をきっちり身につけてから、もし変えるなら変える、カスタマイズしていくっていう、中途半端になりそうなのをならないように自分をこう制御して勉強するのが一番の近道になるんじゃないかなっていうのは
今になって思います。もし受験生の頃の自分に一言声かけるとしたら何て言いたいですか？自己分析をちゃんとしましょうねって自分に言ってあげたいですね。それは自己分析っていうのは勉強の仕方とか？あ、そうですね、結局そのふわふわした問題が本試験で出て、それができなかったっていうのが分かってたのに、自分に何が足りてなかったのかっていうのに気づくのにだいぶ、ね、何回も同じ失敗を繰り返しているので、で私その平成23年と25年の時って再現図書いてないんですよね。もう嫌になりすぎて書いてなかったのも結局自己分析の材料を逃してるっていうのもあったんで、で、まあ、今回合格した年はちゃんとその自分に足りないものが何かっていうのを割と探しながら勉強してたなっていうのが結構大きいんで、まあ、その作図の練習するにしてもなかなかトレース練習しようっていう気になれないじゃないですか。でもじゃあなんでそういう気にならないのかなっていうのを考えて、で私の場合はその式地図の線と面積表の枠を描くのがなんかどうもすごい面倒くさいって感じて、そうなんですよ。それを描くのがなんか面倒くさいなって感じて、なかなかそのトレースしようっていう気になれなかったんですね。それが嫌だったらとりあえず1枚だけ描いて、でその上にトレペ重ねて上から練習すれば永遠とそれを使えるって、なんかそういうちょっとした嫌っていうのを気づけたことによって、じゃあトレペで練習しようって、でトレペ使うようになってから割となんかすぐにあ練習しようかなっていう気持ちになれたので、自分の行動を邪魔してるものが何かっていうのを自分で探して勉強につながるような環境を自分で整える、なんかモチベーションが上がらないなってなったら合格者の人に会いに行って話を聞いて、ああいう合格者の人たちとお話ししてたら自分もやっぱそっち側に行きたいとか、なんかその時に似てた目線がちょっと変わるんですね。合格者の人の目線になんか近づいていけるっていうか、合格された方ってやっぱ視野が受験生の頃広くなってるっていうイメージがある、一歩引いて見れるようになってるんじゃないですか。なんでそういう感覚をできるだけ体験したいなとかっていうのもあって、その博士さんのワークショップとかにも参加させていただいたりとか、あと一級建築士の飲み会とかにも、一級建築士じゃないけど行きますって。合格者の人に会ったのもすごい多かったですね。あ、その最後の合格者、そうモチベーションを上げて勉強につなげたりとか、合格するために自分に何が必要なのかっていうのを一番考えた年だったな。逆に言うとそれまでの年っていうのは、まあ、与えられた課題をただやるのが精一杯だったし、ね、自分が合格するためにどういうことをしなきゃいけないのかっていうのを落ち着いて考える間もなくも、ひたすら解くっていう、でまた解いた分が成績がいいから、うん、特に考えることもなく、うん、ああできてるんかぐらい、うん、でも実際はできてなかったっていう、逆にもしたらればだからあんまり意味ないんですけど、うん、最初の成績3回受けた時に、うん、課題分でちゃんと失敗してたら、そこで一回立ち止まれてたのかもしれないですね、うん、あうまく課題解けないのは何でだろうっていうところが、課題はうまく解けちゃうから、うん、なかなかそのどこで立ち止まっていいのか難しかったですね。そうなんですよ、うん、なんかそう変にいい成績でずっと切ってしまったんで、うん、本当におっしゃるように気づくタイミングがなかったっていう、うん、それを気づくのはいつも本試験っていう。そうか、でもその本試験再現図書かないから何がどう悪かったのかも振り返れないし、そうあやっぱりできなかったでも終わって、うん、自分の中でなんでかなって、うん、普段通りやればできるはずやのに、でそっからさらに踏み込んでやる勇気とかがなかったんですよね、うんうん、自分の傷つく作業を続けるっていう、嫌だしね、それはもう傷にしようとマスタードと、ねうん、いろんなもの塗り込むような感じだから、みんなそこは嫌だろうから、うん、今はもうそこを乗り越えてよかったです。本当に長かったです、もう本当長い。結果がね、本当伴ってよかったです、うん、よかったです、ほっとしました。今日お話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、これからの一級建築士としてぜひ活躍していっていただければと思います。はい、
このチャンネルではですね、合格者の方が本当に効果的だったと感じた学習法などを発信しています。今日の動画がお役に立てましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。バイバ